スケートリンクはアイススケートをすることが可能な広さと丈夫さを持つ水平に氷が張られた平面またはそれを含む施設のこと。銀板、アイススケートリンク、スケート場、スケートセンター、アイスアリーナなどとも呼ばれる。リンクはスコットランド語でコースを意味する単語でありカーリングをする場所の名前として使われていた。その後、この語は 他のスポーツや様々な用途の氷の張った場所に対して転用されるようになった。アイススケートを実施するには人が多数乗っても割れないほど丈夫で摩擦が小さい平面が必要だが、陶器の気温が十分低くなって結表する地域では故障や運が、あるいは勾配が小さい河川が最も簡便にアイススケートに供されるスケートリンクとなる。 故障等が欠定しない地域でも、ある程度の広さを持った水平の陸上に陶機に水を撒いて氷を張り、スケートリンクとして使用される。製氷技術を使って人工のスケートリンクを設置する場合は普通、冷却管を敷き詰めて水を張り、冷凍機で氷点以下に冷却した熱媒体を冷却管に循環させて氷結させる。 熱媒体としては塩化ナトリウム水溶液や塩化カルシウム水溶液を用いる例がよく見られる。これらジオの水溶液は凝固点効果によって氷点以下でも氷結しない。また、液化二酸化炭素を熱媒体として冷却管に循環させる方法もある。いずれであっても冷凍機を稼働させるエネルギーが必要であり、それは電気であることが一般的である。他に、 液化天然ガスを火力発電や工業等で利用するため再ガス化する際、気化熱を周辺から集奪することを利用して熱媒体を冷却する方法もある。この例として日本国内には大阪府立臨海スポーツセンタースケートリンクがある。近年は滑走可能なほど摩擦が小さいプラスチック素材を使って氷以外でスケートリンクを作る技術もある。 この方法ではエネルギーを必要としないが、滑走面にワックスを適に塗る必要がある場合もある。一般に、レジャーとしてのアイススケートの参加人口が増加するのは、陶器であるため、野外型のスケートリンクは、需要と供給があった施設となるが、屋内型は、夏季の利用者減少が営業上の問題となる。また、屋内型は、夏季の外気温の高さや電気料金の設定などにより、 最も暑い時期のランニングコストが冬季に比べて数倍になる地域もある。そのため、屋内型は夏季にランニングコストがより低くて、参加人口の多いプールや体育館等に転用し、冬季に再びスケートリンクに戻すことを毎年繰り返す施設も多い。逆に、通常は体育館や展示会場として使用し、競技会の時のみ冷却管を敷き詰めて、 スケートリンクを設置する例も見られる。野外型のスケートリンクでも、夏季は運動場として利用する例も見られる。なお、アネッタ地方などでは、夏季の外気温の高さから逃れるために、涼しい屋内スケートリンクを利用する者もいるため、夏季のアイススケート参加人口が極端には減らないとの説明もある。スケートリンクは、アイススケート競技での利用を考えて、 想定される競技に合った企画で建設される例がよく見られる。スケートリンクで実施される競技として、アイスホッケー、バンリ、リンクバンリ、リンゲット、スピードスケート、フィギュアスケート、アイスストックスポーツ、長靴ホッケー、カーリングがある。特に決まった企画はなく、開設場所の事情に合わせて設置される。工程などの土の上に水をまいてリンクを作る場合は、 水平を作るのが難しいため、あらかじめコンクリート等で、リンクの大きさの水平面を作り、その上に水をまく方法もある。第二次世界大戦前は、大正時代末期に、大阪の一岡パラダイス内に、日本初の人口のスケートリンク、北極館ができたが、全国的には、数が少なかった。一般的には陶器に、湖水、地水の自然氷を利用して、 天然のリンクとして滑走したが、天候、氷の厚さ、氷の良し悪しに左右されることが多かった。しかし、第二次世界大戦後、特に高度経済成長期に人口のスケートリンクが急速に増加したことで、天候に大きく左右されるということは少なくなった。同時にスピードスケートにおいては記録の飛躍的な向上につながった。 文部科学省の社会生活基本調査によれば、屋内リンクの設置箇所数は1969年には122、1985年には268、1996年には127あったが、年々減少し2008年には96箇所にまで減った。屋外リンクは1969年には270、1985年には672、 1996年には278あったが、年々減少し、2008年には115箇所になった。東急リンピックが行われるたびに一時的に脚光を浴びるが、すぐに廃れてしまうのを繰り返している。競技面から言えば、練習場所が少なくなるのは、死活問題である。また、通年利用できる400メートルトラックのリンクがない、ため、 日本国内の選手は、下記の練習は海外に行かなければいけないのが難点で、あるが、2009年9月には、北海道帯広市に屋内に400メートルトラックリンクを、有する明治北海道トカチオーバルが完成し、翌年からは7月中旬には、リンクの使用を開始し、日本国内のスピードスケート競技者が、下記の練習を行う拠点になりつつある。また、関西大学の、 関西大学アイスアリーナや中京大学の中京大学オーロラリンクのように大学が独自のスケートリンクを建設した例もある。400メートルトラックスピードスケートに使用される。ホッケーリンクホッケーリンクはアイスホッケーのほかショートトラックスピードスケートやフィギュアスケートに使用される規格であり、カーリングに対応している場合もある。多数あるので、 通年で営業しているリンクの未果に列挙する。ここでいう、通年営業は、週1回程度の定休日で1年中営業日を設けているという意味である。以下の中には、一般利用と貸切り仕様を合わせて、1年中24時間営業をしている施設もある。カーリング場カーリングでは、霧状の蒸留水を散布して、ペブルと呼ばれる微細な氷の突起をリンク状に作る。 他の表情競技では、リンク上をより平滑にするための製氷が行われる。ため、ペブルは邪魔なものとなる。ありがとうございます。